十勝ポロシリ岳は、北海道帯広市と河西郡中札内村とに、またがる、標高1846メートルの山である。日高山無役エリモ国定公園に属する。日高山無役北部狩猟線上の餌を満とた別、だけから東に派生する狩猟線上に位置する。三名は、アイヌ語で、大きな山を意味する、ポロシリに、所在地である十章を冠したもので、 登山者からは、カチポロと略して呼ばれる。山頂には二等三角点があり、トカチ平野と北日高の狩猟線を眺める絶好の大展望台となる。2012年9月、アイヌの物語、伝承、祈りの場、言葉にまつわる継承地群である国の名称、ピリカノカにトカチポロシリダケとして追加指定された。これは、九度山、黄金山、新井岬、 えりもみさき、ガンボイは、カムイ茶市、えとも半島外海岸に次いで、ピリカノカとして8見目の指定である。登山道が、取った別川の支流、オビリネップ川に沿った林道から開かれているが、標高線3 0 0メートル付近で、根曲がり竹が登山道を覆っており、仮払いも行き届いていない。都庁は、数回程度で騒ぐつは不要。ありがとうございます。